ハムロミツコは、江戸時代末期から、明治時代の久米女性。明治天皇の側室で展示。父は、八室長順。母は、広橋安子の次女。明治5年に展示となる。宮中では、ひももと言われ、明治6年9月18日に、長田町語養定で、第一王子を出産するが死産であり、講師もその4日後の9月22日に、 産後の経過不良により急性した。去年21、豊島岡墓地に隣接する五国寺墓地に葬られた。死産となった巫女には5日後の明治6年9月23日、大上官布告第327号をもって、地、隋照彦村の死亡が送られた。墓所については、旧来の皇族墓所が遠方にあり、東京鹿に墓所を及び、 早々儀式を行う広い面積を持つ場所が必要となったため、複数の候補地の中から、豊島が、岡五陵が選定された。2021年現在、天皇の長男である者の戦争前に皇居、すなわち行為を継承しなかった最後の事例となっている。ありがとうございます。